私は早稲田大学で、梅津光雄研究室で研究していたんですけれども、ここで手術トレーニングを行った時の研究を始めた時に、教授がこれからはやはりただのエンジニアではダメ で医師もただの医師ではダメで、やはり something different、 もう一つ新しいものっていうものがないと新しいものは生まれないという教えがありました。でその中で私はやはりこのエンジニアリングベースドメディスン、エンジニアリング、エンジニアとしてものづくりや技術というものに習熟をして、これをいち早く医療の世界に応用して課題を解決できるような人間になっていきたい、またはそういったもののそういう、実力を持った会社を作っていきたいという思いから、エンジニアリングベースドメディスン EBM という社名の会社を作りました。福島市の住宅街にある EBM、 ここで開発製造されている代表的な製品が、心臓の拍動をリアルに再現するビートというシミュレータ本体と羊羹という血管のモデルです。この2つを組み合わせることで、心臓拍動下での冠動脈バイパス手術のトレーニングが可能になりました。実際にどのように使われているのでしょうか。福島県立医科大学を訪ねました。EBM で作られたそのビートという機械はですね、実際の、心拍動下冠動脈バイパス術の、トレーニングモデルになっていてですね、やはりそういった動いている心臓を縫うという状況っていうのは、止まっている状態のものを縫うことと比べると格段にこうハードルが上がるんですね。その状況を再現できる状況でトレーニングを積むということが、手術の全体の主義の質の担保、安全性を高めるという意味ではとても有用なトレーニングかと思います。郡山市にある福島医療機器開発支援センター、医療機器の開発から事業化までを一体的に支援する国内初の施設です。福島県は全国有数の医療機器生産県であり、世界に貢献する医療関連産業の一大集積地を目指しています。福島医療機器開発支援センターは、復興への重点プロジェクトに位置づけられている医療関連産業の集積拠点として2016年に開所しました。ここのセンターは医療機器の開発のニーズを聞き取るところから、実際の製品化をして市場に送り届けるまでの全体のプロセスをサポートしようというコンセプトでできております。先生の意向をもとに物が作られていっても、すぐに期待通りのものができるとは限りませんので、しっかりとその製品が安全に使えるかというような安全性評価というのがとても大切になります。その安全性評価は物理的な試験、科学的な試験、それから生物を使った試験が場合によってはあるかもしれません。それの全てをここが支援することが可能になります。でそれらを使って、今困っている患者さんが一人でも多く助けられるようなことを福島から発信をしていって、できれば日本全体ではなくて、世界全体でその利益を使っていただいて、困っていることを助けていくことができるような、そんなものづくりに貢献したいというふうに思っています。この日センターでは、高校生に医療や医療機器を少しでも身近に感じてもらおうと、医療の仕事体験デーが開催されました。パクさんは医療につながるものづくりの魅力発見というセミナーの講師を務め、若い世代に向けた人材育成にも力を入れています。もう息のない長い話で、次の世代にもですね、この挑戦している汗かいている姿、ものづくりでやっている姿、新しい医療を展開している姿を見せて、それを伝えて、それがまた次の世代につながって、どん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 新しい挑戦を続けていく。でそれが福島の結果として復興になると思うんですね。福島だから復興という誰しもが共通でよし応援しようと言える旗があるわけですね。僕はこれが最高に福島にとってものづくりや挑戦をしていくってところに重要なものだと思っています。で私自身は2006年にパイロットの免許を取っておりますが、やはり飛行機を飛ばすっていうのは地上の準備も必要ですし、常にパイロットとして訓練をしておかないと安全に良いフライトを迅速に確実に行うことはできません。
自分自身を鍛えて地上での準備や安全なシステムを作るというところは航空が一番学べると思っておりますので、航空の世界から良いところを取り入れて会社という組織を迅速に先生たちの目の前の困ったっていうニーズに対してものづくりや技術やことづくりあらゆる手段で応えることができる集団でありたいなというふうに思ってます。パイロットでもあるパクさん、福島市内の空港をビジネスの拠点としてメイドイン福島の医療機器を日本そして世界に発信しています。一つ一つ実現する福島。